こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドクタースランプあられちゃんという懐かしいアニメの曲をですね、これちょっと質問があったので、ちょっと僕も取って解説してみたんですが、面白かったのでちょっと取り上げたいと思います。最初はもう電子ドラム、ウトレタタタタンタトントトトトっていうフレーズですが、まあドラムで叩くとしたらの配分にしてみました。で、普通にこの辺、なんかこの時期のアニメの定番なのか、ルパン三世とすごい雰囲気似てるんですけど、でダダッダダーラーラーのとこがでタカトンです。でダダッダダダダダタッタッタッタをダダッダダダダダ、まあ最後はフィルインでちょっと音数増やして、だから決めだったらダダダダダというふうに決めちゃっても全然構わないと思います。で、キーパードキーパードあられちゃんは、まあタイトな感じを出す、なんかチキチキ聞こえるんですけど、ドラムはなんかエイトのざっくりいってる感じで、打ち込みが上に乗っかってるんじゃないかなっていうイメージでしたが、どちらで叩いてもいいと思います。で、次のここのフレーズはガッチャンもタタッタカンのところなので、このタタンタタはフィルインは変えてもいいんですが、だんだんだんは決めなので、この形のままっていう風にちゃんとこうコピーした時に何のためのフレーズなのか、ここはフィルインなので、ここの感じと音色感変えるために、ここはバスラとハイハットがでスネアだけでっていう風にいくと、フィルインとこうちゃんと区別がつくということですね。でそのままたパターンいて、お日様ピカピカ、ブタさん方向け今日、うんっていうところですね。ここ4分の2が入ってて、すごいおしゃれなんですね。で、サビがマーチになって、まあこう、もう本当にこう、子供たちを鼓舞するみたいな、楽しい。楽しみ。という決めになってますね。で、この後のフレーズが、これがかっこよかったんです。もうラテンの定番の。というフレーズになってますね。フィルインが、ウッドン。で、この後が。ような感じでフィルインで戻ってるんですが、非常によくできてると思いますが、これ後半の感じはなんかマーチみたいなフレーズのこの両方スネアでもではラテンに戻ったまま、ただ、裏からなんかタムがやっぱ聞こえたんで、一応この形で捉えてましたが、まあリムからすごくよくできたフレーズだと思いますね。子供がワクワクする感じがそのまま、あとはもうずっと同じです。なのでそんなに、最後はマーチがね、サビ行った時にコーダに飛ぶので、同じことを繰り返して、あとフィルインがちょっと変わって、最後はという感じで、んちゃって言って終わる感じなんですね。非常にまあまあ、若い時に、ちっちゃい時に聴いてた形のイメージとは全然違った感じがしたので、面白いなと思ったのと、吹奏楽で多分あるので、これまあ譜面は大体吹奏楽をちょっといろいろ変えてあったりするんですが、原曲を参考にするのに、まあ、譜面もダウンロードできるようにしときましたので、今回の、あられちゃんのテーマの解説でございました。参考になったなっていう方は、ぜひいいねマークを押していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ダウンロード、譜面のダウンロードは僕の、メールマガジンに登録していただけると、ダウンロードのページが来ますので、これバックナンバーだったらバックナンバーに載ってると思いますので、バックナンバーダウンロードの、ページに行ってもらって、ダウンロードしていただければいいかなと思います。以上です。ございます。今日もご視聴ありがとうございました。